マリオパーティーシリーズの楽しさをギュギュッと詰め込んだ一人でもみんなでも楽しめるマリオパーティーが登場。マリオパーティースーパースターズ。サイコロを振ってマスを進み、スターを誰よりも多く集めた人が勝ちとなるスゴロク。ターンごとにミニゲームを戦いながらスターをゲットするために必要なコインを集めます。今回遊べるボードは全部で5種類。任天堂64で発売されたマリオパーティーシリーズから仕掛けいっぱいのボードをリメイク。ヨッシーのトロピカルアイランドではスターをくれるキノピコとクッパが入れ替わっちゃう。ピーチのバースデーケーキパックインフラワーを植えるとライバルのコインをゲット。スペースランドではコインを失うクッパ砲に要注意。ぐるぐるの森はルートがコロコロ変わっちゃう。目的のマスにたどり着けるか。ホラーランドでは夜になるとキングテレサが出現、ライバルのスターを奪う。そしてスゴロクはオンラインプレイも楽しめる。フレンドとの対戦はもちろん、世界中のプレイヤーとランダムマッチで対戦できる。さらにスタンプを使ってコミュニケーションも。またフレンドとなら途中でセーブができるので時間を気にせずプレイが可能。手本に合わせ引っ張るクッパ百面相。いつまで飛べる？なわなわぴょんぴょん。隙間を見つけてすり抜けるペンギン大行進。全部で何匹？カウントクリボー。4人でのバトル以外にも2対2や3対1に分かれてのバトルなど、チームに分かれたミニゲームも。これまでのマリオパーティーシリーズから選び抜いた100種類のミニゲームを収録。ミニゲームをいろいろな遊び方で楽しめるモード、ミニゲームマウンテン、そのいくつかをご紹介。世界中のプレイヤーを相手に何連勝できるか、サバイバル。日替わりのミニゲームを世界中のプレイヤー相手に対戦、デイリートライアル。息を合わせたプレイが勝利の鍵、2対2のチーム戦、タッグマッチ。スゴロクでは遊べないミニゲームがじっくりプレイできるスポーツ&パズル。これらすべてでオンラインプレイに対応。一人でもみんなでもとことん遊べるマリオパーティー。マリオパーティースーパースターズ。